脳性化からお知らせします。11月25日土曜日、26日日曜日に第13回全国発酵食品サミット in 恵那が開催されます。発酵とは炭水化物やタンパク質などがカビや酵母などの微生物によって分解される過程で、人間にとって有益な変化をもたらすことです。発酵食品はチーズ、納豆、ワインなど世界に1000種類以上あります。冷蔵技術のなかった昔、発酵食品により食品の長期保存などができるようになりました。海のない恵那は貴重な海産物の保存など発酵文化が発達していきました。発酵食品の魅力や文化を知ることができる体験が満載です。今年は発酵食品で食欲の秋にしませんか？講座。発酵食品のミニオードブルを堪能できる発酵列車が明智鉄道で運行されます。他にも甘酒作り体験やパン作り講座が開催されます。参加は事前申し込みによる抽選です。申し込み期限は10月25日水曜日です。ステージイベント、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんを招いての基調講演や、小泉武夫さんと俳優の財前直美さんによる発酵ワクワクトークショーが恵那文化センター大ホールで開催されます。参加は事前申し込みによる抽選です。申し込み期限は10月25日水曜日です。展示。恵那の伝統食パネル展示などが恵那文化センター集会室で行われます。ワークショップ。発酵食品好きが集まるおしゃべりサロンや発酵食品の試食試飲などが行われます。販売。市内13地区の特産品の販売や、恵那発酵マルシェなど、いろいろな発酵食品の販売が行われます。発酵食品サミットの詳細は、全国発酵食品サミット公式ウェブサイトか、広報恵那10月号の特集をご覧ください。